はい、じゃあ石垣さん、はい、インタビューの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今回の意気込みを。そうですね、まず今回素晴らしいスタッフの方というか、僕が若い時からお世話になっている、例えばアクション映画とかでお世話になっている人たちと一緒にお芝居ができる、まあ、演出の原田さん含め武田さん、辻元和樹さん、茂美さんといった、もう先生方と僕が若い時から教えてくれている先生たちと一緒にお芝居できるのがまず嬉しいっていうのと、なので今回辻元さんと芝居できるのがかなり楽しみ。かつて僕が主演の映画やった時にやらせていただいた時に、相手役が辻元さん、かつ楽しみ辻元さんだったので、そういうことで今回一緒に共演できるってことを幸せなものし、なんかそれが一番の楽しみの一つなんですね。じゃあもう最後にこれをご覧の皆さんにメッセージを。まず見どころです。それは見てのお楽しみです。なんだそれ以上石垣岩でした。ありがとうございました。また明日。